フランスのプロバンスアルプコートダジュール地域圏、ブーシュイコールデュローヌ圏アルル郡の村。レボードプロバンスのふもと、つまりは、アルピーエ山脈を背にする位置にある。これは、アルルの北約1 0トルにあたる。なお、パラドゥーは、地元では、アルクール川沿いで、食工たちを働かせた、水車小屋を指す後にもなっている。村では、 現在、プティット・プロヴァンスという名で優れた、サントン職人たちによる400体以上のサントンを収めた、世界最大級の大きなクレーシュを展示している。そこでのサントンのデザインには、アルフォンス・ドーで、フレデリック・ミストラル、ジャンジオのマルセル・パニオルといったプロヴァンスに、ゆかりのある作家たちの作品に題材をとっているものも、ある。FR、クレッシュでのエルクレーシュに関するフランス語版。 ウィキペディアの記事。本校との関連では、特に、クレッシーズ・プロベンセールズの部分を参照のこと。ありがとうございます。